無重量状態。無重量状態とは、万有引力及び遠心力などの慣性力が、互いに打ち消し合い、それらの合力が例ないしは例とみなしうる程度に、小さくなっている状態。大ばかりで測られるような類の重さ、すなわち重量が例となっている状態であることから、無重量状態と呼ばれる。類義語ないしは、同義語としての無重力という言葉が用いらる。近年では、 微小重力という語も用いられる。無重量環境下の特徴は、無対流、無制圧、無浮力、無沈降無接触浮遊などであり、薬品や合金の製造などにおいて、地表のような重力下では、実現不能な現象を観察、利用できる。まず、体液の循環が変化する。地上では下半身に溜まっていた水分のうち、約2リットルは、 無重力状態になった数分後には胸部と頭部に移動する。その体液が調節機能によって全身に循環されるため、顔がむくみ、首と顔の血管が浮き出るようになり、鼻が詰まって嗅覚や味覚がなくなる。尿の量が増え、体内で吸収される液体が減少するので、血液や体液の量もそれに合わせて減少する。背が少し、 一から二センチメートル程度伸びることにもなるが、これは、脊椎の椎骨と椎骨の間にある円盤状の椎間板が圧迫されなくなるためである。体内で生成される赤血球の数も大きく減少する。赤血球の減少は4日以内に始まり、40から60日ほどで安定する。原因には二節ある。一つは、無重力状態では血液量が減るため、同時に、 赤血球も減ることになるというもの。もう一つは血液が上半身に移動することで血液が多すぎると体が勘違いし赤血球を減らしてしまうというもの。長い間無重力状態、微小重力環境にさらされていると骨が脆くなる。これは骨が圧力を受けるほど太くなり逆に負荷が減ると細くなっていくという性質を持つためである。さらに 骨が細くなる過程で進出するカルシウムが尿に含まれるようになるので、腎臓血石のリスクも高まる。また、カルシウムが不足すれば骨粗症症にもなりやすくなる。無重力状態では1ヶ月に約1%の割合で骨の質量が減少するので、10ヶ月も過ごせば、地上で30歳から75歳まで年を取った分に相当する骨の無機成分が失われる。 骨だけでなく、筋肉にも影響が現れる。筋肉が萎縮し、筋肉の結合組織も退化する。心臓もその例外ではなく、無重力環境下では重力に抵抗して、血液を送り出す必要がなくなり、かつ前述の通り血液の量が減少するため、自然と筋肉への負荷が弱まり、結果的に心筋そのものも弱ってしまう。なお、このような骨と筋肉の耐火を避けるため、 宇宙飛行士は日に3から4時間の運動をする。睡眠時に姿勢に気をつけなければ窒息する恐れもある。これは生理学的な要因によるものではない。単純に無重力状態では空気の対流が起こらないため、呼気の二酸化炭素が顔の周りに停滞しやすくなるからである。ただし、これは宇宙船内の空調で容易に解決可能である。また、複数の人間が 密室にいるような状況であれば感染症のリスクも高まる。特に飛沫感染のリスクは大きい。これはくしゃみや咳によって唾液とともに空気中に飛散する病原体、細菌やウイルスなどが無重力状態においては少なくない量が拡散したままの状態になるためである。地上であればくしゃみなどによるしぶきは地面に落ちるが、 無重力状態だとその飛沫は細かい霧状となって、多くは船内の壁に付着する上、空気中に漂う割合も量も重力化と比較しても高く、これを他人が吸い込んでしまう可能性がある。初期の宇宙探査ミッションでは、半分以上の宇宙飛行士が軽度の感染症に悩まされていた。アポ計画では、船内の殺菌が念入りになったため、感染症は大きく減少した。 現在では空調フィルターの改良などで対応している。理科学研究所や広島大学などでの多くの動物実験の結果、哺乳類については無重力化で成功しても受精しない可能性があることが判明した。これにより宇宙ステーションはもとより地球より低重力の月や火星などでも子供ができにくい可能性が指摘されており、宇宙への人類の移住構想への影響も 懸念されている無重量状態は、スペースシャトルのような宇宙機や宇宙ステーション内、飛行機の放物線飛行、パラボリックフライトによるもの、等からの自由落下などにより、人工的に作成できる。三井砂川炭鉱跡地には、炭鉱の穴を利用した、無重力実験施設が存在した。宇宙開発機関、企業に加え、現在では、航空会社が、 研究者向けのサービスとして、無重量状態を含む飛行を受け負うこともあり、フランスのや日本のダイヤモンドエアサービスなどが、実験支援する装置搭載した、航空機、オート水星を飛行させている。地上における実験は、高額なため、予算が少なかった、ミネルバでは、延直方向の動きを水平な面上に置き換える、ことを考え、摩擦を極力抑えた水平面を用いた、 実験装置によって大まかな実験を終えた1回に0 0万円ほどかかる日本無重量総合研究所の使用量を抑える工夫をしている。国際宇宙ステーションの日本実験旨希望において宇宙航空研究開発機構は微小重力状態を利用した各種の研究を行っている。希望に搭載された静電浮遊路は静電気によって 資料を宙に浮かせ、地上では避けられない容器からの不人物混入を防ぐことができる。こうした環境、機材は工業材料の開発だけでなく、創薬にも寄与する。JAXA は企業とも協力しており、東京大学発売オベンチャー企業ペプチドリームの依頼により、重力や対流がある環境下では、難しいタンパク質の結晶化などの実験を行っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。